湘南は東日本旅客鉄道が東京駅、品川駅、新宿駅と小田原駅、平塚駅の間を東海道本線、山手線経由で運行している特急列車である。本項目では実質的な前進となるホームライナーの湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原についても合わせて記す。JR 東日本の前身である。 日本国有鉄道が1986年に運転を開始した座席定員制列車湘南ライナーを端緒とする。運行にあたっては特急、踊り子に使用されていた185系電車を中心に輸送力確保のために中間車全車両を2階建て車両とした215系電車や特急、スーパービュー踊り子用の251系電車を使用した。 2021年3月のダイヤ改定において、踊り子重等編成が E257 系に変更されるのに合わせ、湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原を特急に格上げし、使用車両を E257 系に変更して誕生した列車が湘南である。特急への運用変更にあたり、座席定員制であった普通車、自由席であったクリーン車は共に、 全席指定に変更した上で、駅ネット、チケットレスサービスの導入や普通車での座席未指定券発行による空席着席サービスが適用されるなど、サービス面での変化が行われている。また、格上げ前は、ライナー号に認められていた定期乗車券でのグリーン車利用は、他の特急列車同様の扱いとなり、定期乗車券を持っていても、特急利用区間の普通乗車券と、 特急券、グリーン券が必要となった。主に遠距離通勤客向けの通勤特急であるため、ターミナル駅の横浜駅や川崎駅は全ての列車が通過する。また一部の東海道貨物線を走行する列車は、東海道貨物線専用のホームに停車する。東海道本線内で運用が完結する特急列車は、関西地区の琵琶湖エクスプレスに次ぐもので、 東京地区発着では2007年3月に廃止された東海以来14年ぶりの設定となった。有通勤時間帯に降り11本、朝通勤時間帯に上り10本が運行される。東京駅小田原駅間及び新宿駅小田原駅間の運行を基本とし、上りのみ小田原駅品川駅及び平塚駅東京駅が各1本運行される。東京駅 品川駅発着列車が1号の17号、新宿駅発着列車が21号の26号の号数が割り当てられている。2021年3月13日現在の停車駅を記す。括弧書きの駅は一部の列車が停車する。各号の停車駅などの特徴ライナー号時代と比べて停車駅に目立つほどの大きな変更はないが、など一部列車では微妙な変化が見られる。 大宮総合車両センター東大宮センター所属の E257 系2000番台、2500番台電車を使用し、クリーン車と普通車で編成されている。2000番台給料編成での運行を基本とするが、東京駅小田原駅間運行の3往復のみ2500番台を、並結した14両編成で運行される。クリーン車は給料編成の4号車に連結される。 湘南ライナー、おはようライナー新宿、ホームライナー小田原は、2021年3月まで運行され特急、湘南の前身となったホームライナー及び快速列車である。JR 東日本の前身である日本国有鉄道は1984年、私鉄各社で通勤時間帯に運行されていた特急列車をヒントに上野駅大宮駅間、 ついで総武快速線東京駅、津田沼駅間において座席定員制のホームライナーを登場させた。これらが好調であったことを受けて東京地区の東海道本線においてもホームライナーを設定することとなり、1986年11月1日のダイヤ改正で登場したのが湘南ライナーである。この改正の前、東海道本線では185軽電車を ラッシュ時間帯には普通列車として運用していたが、2扉の同系列は混雑の激しいラッシュ時の輸送では遅延を招いていた。湘南ライナーは、この185系電車のラッシュ時間帯の有効活用を図るために設定されたものであり、それまでの東北本線や総武快速線のような回送列車の有効活用とは異なった背景での登場であった。列車名は、 神奈川県内在住者からの公募で決められた。画期的であったのは、寝台特急を含めすべての列車が停車していた横浜駅を通過とした点である。運転開始から利用状況は良く、ライナー乗車整理券を販売する駅には常に行列ができるほどの人気ぶりとなった。185系、電車15両編成であっても、 座席数が不足することから JR 東日本発足後には中間車全車両が2階建て車両である215、軽電車を当列車用として製造した。これは約1000人分の座席数で搭乗以来最混雑列車に使用されていた。全列車平日のみの運行であった。上り列車は朝に、下り列車は夕方から運行された。湘南ライナーは上り列車が6本。 下り列車が9本運行された。おはようライナー新宿は、上り列車3本の運行で、ホームライナー小田原は、下り列車2本が運行された。運行区間、湘南ライナーは、東京駅小田原駅間である。下り列車は1号、上り列車は4.68.10号が、東海道貨物線、品、鶴線間は、武蔵野線重複区間を経由し、 そのうち4号は品川駅終着。6.8号は東京駅総武地下ホーム機である。おはようライナー新宿、ホームライナー小田原は新宿駅小田原駅間である。停車駅上記の停車駅一覧を見ればわかるように、停車駅パターンには以下の法則がある。東京、品川、藤沢、茅ヶ崎、小田原と新宿、渋谷には必ず停車。新橋には、 横須賀線経由の上り列車が停車。大船、辻堂には、東海道本線経由の列車が停車。平塚には経由は問わず、茅ヶ崎伊勢で、東海道本線を走行する列車が停車。二宮には、東海道本線経由の下り列車一本と、東海道貨物線経由かつ、茅ヶ崎伊勢で、東海道本線を走行する列車が停車。構図には、 東海道本線経由の下り列車と東海道貨物線経由かつ茅ヶ崎伊勢で東海道本線を走行する列車が停車。その他新宿駅発着の列車及び品川駅、東京駅発着列車の一部は東海道貨物線の活用により混雑を緩和するという目的を兼ねて設定された。このため、 藤沢駅と茅ヶ崎駅では、貨物線20両分の両角ホームが設置され、この列車の発着ホームとなっている。なお、ホームライナー小田原号と、おはようライナー新宿号に E351 系が一往復重当されていた。当時は12両編成のため、同ホームでは1から3号車を、ドアカット扱いとしていた。215系で運転される上り、湘南ライナーは、 横須賀線経由で新橋駅の地下ホームに停車し、東京駅総武地下ホーム終着となる。また、同じく215系で運転される下り、湘南ライナーは貨物線経由となっていたが、2006年3月18日のダイヤ改正より停車駅を増加させる目的で旅客船経由に変更された。旅客船経由の下り、湘南ライナーは、 5 9 3 1 5号が平塚駅3.11号が高津駅で先行の普通列車を追い抜く。旅客線経由の上り湘南ライナーは12号が高津駅で普通列車を追い抜く。また、下りの湘南ライナー1.35号とホームライナー小田原21号は小田原駅で先発の熱海方面に向かう下り列車に接続している。 2014年3月15日のダイヤ改正より、下りの湘南ライナー3号以降の全列車が、大船駅、湘南ライナー1号とホームライナー全列車が、藤沢駅伊勢は、快速列車として運転されるようになった。普通車への乗車については、定期券、または普通乗車券の他に、ライナー券を必要とする。詳細は、乗車整理券ライナー券の記事を参照。 なお、上りのライナー券については、1ヶ月単位として発行し、乗車券と組み合わせるライナーセット券が販売されている。グリーン車は、全車自由席で、満席の場合でもグリーン車内に限って立席乗車が可能とされているが、グリーン券を必要とする。この場合、ライナー券は必要としない。また、スイカグリーン券でも乗車可能である。なお、車内には、 グリーン車、スイカシステムは設置されていないが、検察の際、車掌用携帯端末で確認できるため、券売機で、磁気券を購入する必要はない。上り列車は大船駅、または、藤沢駅までの停車駅が、乗車専用駅で、各列車の停車する乗車専用駅で、ライナー券を発売している。品川駅、新橋駅、東京駅、渋谷駅、 新宿駅の各駅ではライナー券の発売はなく乗車はできない。下り列車は東京駅、品川駅、新宿駅、渋谷駅が乗車専用駅でライナー券を発売している。また下りの湘南ライナー1号とホームライナー小田原の全列車の藤沢駅以勢、湘南ライナー3号以降の全列車の大船駅以勢は快速列車として運転されるため、 これらの区間では有効な乗車権類のみを所持している、旅客も普通車を利用可能である。なお、2014年3月のダイヤ改正以前でも、大船駅、藤沢駅伊勢の各駅は校舎専用駅として取り扱われていなかったが、JR 東日本道道組合によるとこれらの駅からの乗車が制度上可能なのかについては明確化されていなかったため、 ライナー券を購入せずに乗車する行為が状態化しており、また、それを会社側も把握していたとしている。以下では、東海道本線東京口における通勤ライナー、及び後継となった特急列車の遠隔について記す。なお、車両はすべて電車である。ありがとうございます。